ホーリネス教会は、ジョン・ウェイス・レイの後継者たちの築いたメソジスト教会内部から、信仰復興のためのホーリネス運動が起こされた結果、生まれたキリスト教プロテスタントの教派の一つである。ホーリネス教団及びその教会を言う。メソジストと同様、神学的にはアルミニウス主義の立場を取る。ホーリネスとは、もともとは、ヘブル語の性の意味する概念から、性別される。 取り分けられるという意味であり、性別され、取り分けられて、清められることを意味する。改心後に、精霊の満たしを受けることによって、清めを経験することにより、完全となり、罪を犯さないようになるという考え方を持つ。また、キリストの再臨と千年王国を待望することを強調する。そのため、説教の内容は、精霊体験を強く主張し、 日々生きた信仰により成果されること、神による病の癒し、イエスの再臨が必ずあることを強調する。神徒であってもある程度の神学的学びを終えたもので、あれば誠実礼拝の説教ができる。ホーリネス運動の契機となったのは、南北戦争後の進化主義思想、自由主義思想の普及に伴い、教会の強制の停滞に、 危機感を持ったメソジスト教会の牧師たちによって起こされた1867年にニュージャージー州のビンランドで行われたキャンプミーティングであった。この集会は J. ウッドの前期愛の主張に共鳴したメソジスト教会の牧師 J. インスキップと W. オズボーンが中心となって企画したものであった。数千人もの聴衆を集めたこの集会の中で キャンプミーティングやクルセードの重要性が強調され、全米のメソジスト協会では同じようなキャンプミーティングが持たれるようになり、1870年代にはアメリカ中のホーリネスの神徒をまとめるホーリネス協会の始まりとなった。ホーリネス運動は多くの有能な説教者を生み出し、また平日にも集会を行うようになった。1880年代にホーリネス運動は長老派、 バプテスト派、改収派にも影響を与え、地域的にはカナダ、イギリス、インドにまで波及した。ケズイックコンベンションの名で知られる集会もこの頃、イギリスのシー・バタスビーによって始められ、現在も世界各地で巡回的に行われている。ところが、ホーリネス運動は、その状況派的な性格から、その是非をめぐって激しい議論が行われるようになり、 メソジスト教会ないし自分の教派、教団に留まって運動する者、新たな教団を作って運動する者が現れるようになった。つまり、1880年にチャーチ・オブ・ゴッド教会、1887年にアライアンス教会、1895年にナザレン教会が生まれた。また、南メソジスト教会のように1894年の年次総会で、 ホーリネス運動を非難する決議を採択するところも現れた。日本では1891年にイギリスのバークレイ・バックストン、1901年にアメリカのチャールズ・ E ・カウマン夫妻とアーネスト・ A ・キルボルンによって伝えられた。バックストンによって日本伝道隊、日本イエス・キリスト教団、カウマンと中田茂春によって、世への福音、神聖、聖火、神家、 サイリンという明確な信仰の告白を打ち出し、1917年に東洋選教会、ホーリネス協会が設立されたが、間もなく日本ホーリネス協会と解消東洋選教会はアジア選教のための別組織として開組された。組織は監督性を取りその権威は大きかった。1933年にサイリンの信仰の考え方により、中田の 清め教会と車田修司の日本正教会に分離したが、1941年6月の教会合同によって、日本キリスト教団に日本正教会は第6部、清め教会は第9部として一時統合された。しかし、清め教会の中にはこの教会合同を拒んだ群れもあった。憲兵などの国家権力の監視にも屈せず、キリストのみが神 サイリンを強く待望する姿勢が危険思想とみなされ、1942年6月に、いわゆるホーリネス弾圧事件が起こり、解散を命じられたり、牧師が投獄されたり、殉教者が出たりした。戦後は、日本キリスト教団の中に残った諸教会は、ホーリネスの軍として、独自色を示し、直接、日本福音同盟に加わらないものの日本国内の、 代表的な福音主義勢力として知られている。また日本キリスト教団から分離した群れのうち、日本正教会の群れは、日本ホーリネス教団となり、その他、キリスト教弟団、イムマヌエル総合伝道団、キリスト小教団などの教団が設立された。異言派とは一線を引いているが、近年の対話では、様々な修正が試みられてきた。現在では、暗黙のうちに異言を、 神からの賜物の一つとして受け止め、あくまでも個人的な密室の祈りにおいてのみ認められ、公の場では控える。ありがとうございます。